こんにちは。横浜市が発行する広報横浜から記事をピックアップしてご紹介する広報横浜ひろよみ、6月号はまずこちらから。横浜市内にはおよそ2900の自治会町内会があり、住みよい街づくりのために活動しています。日常生活での会員の交流イベントや福祉の充実はもちろん、災害時のための備蓄や訓練など災害に強い街づくりを進めています。そこで今回は防災や世代間交流に力を入れている2つの自治会町内会をご紹介します。はじめにご紹介するのは港北区の新吉田足など連合町内会です。連合町内会とはいくつかの町内会の集まりです。活動についてお話を伺いました。新吉田アスナロ連合町内会では防災の活動を活発にされていると伺ったんですが、はい、どのような活動をされているんですか？アスナロ連合は10の自治会町内会で構成されておりまして、各町内会自治会では、町内会長さんが、自主防災訓練を行っておりまして、災害の知識の向上に努めております。でまた5月の25日には総合防災訓練として地域の皆様が参加していただきまして、大体的に防災訓練を行うことができました。町内会ではいろいろなイベントがあるそうですね。はい、はい、私どもの町内会ではですね、子どもの花火大会、お盆にはバーベキュー大会、子どもおみこしですね、それから年末に入りましてお餅大会といったものはもろもろと行われております。町内会のいいところを教えてください。はい、うちの町会はですね、こういう連合の方の行事に、皆さん参加していただいて、人の輪、これをすごく大事にしています。では町内会の防災について教えてください。はい、各月にですね、防災倉庫にある機材の点検をやって、災害があった場合いつでもそういう機材が使えるように準備しております。災害時には地域の助け合いが命を守ります。いざという時に近所の方同士が迅速に助け合えるよう、自治会町内会に加入して日頃から顔の見える関係を築いていくことが大切です。続いては泉区の東谷自治会です。会長にお話を伺いました。東谷自治会の世代間交流を通してどのような取り組みを行っていらっしゃるんですか？東谷では23年度から秋祭りを実行しております。餅つきを経験していない子たちがたくさんいらっしゃるので、その餅つきを通して世代間を交流するようなことをしています。おじいちゃんおばあちゃんが昔こうやったことをこうなんだよって私たち中間世代とかに教えていただいたりとか、そこで秋祭りに知り合った子たちが見かけておじいちゃんこんにちはとかっていう挨拶もできるようになってきているので、いいのかなっていうふうに思っています。こうした取り組みを通して触れ合いのある街を作り、地域の絆を強めています。自治会町内会への加入のお申し込みは居住地域の自治会町内会役員、または居住区の区役所地域振興課までお問い合わせを。続いてお知らせです。横浜市では環境に優しい超小型電気自動車を活用したカーシェアリング、ちょいモビ横浜を9月30日まで実施しています。詳細はちょいモビ横浜で検索し、ホームページでご確認を。続いて給付金に関するお知らせです。消費税率引上げに伴い、所得の低い人や子育て世帯の負担緩和のため、対象者に臨時福祉給付金、または子育て世帯臨時特例給付金、どちらか一つが支給されます。支給額は原則対象者1人につき1万円、対象になる可能性がある方には7月にお知らせを郵送します。詳しくは広報横浜6月号をご確認ください。この番組でご紹介した内容の詳細やお問い合わせ先は広報横浜6月号をご覧ください。広報横浜が届いていない場合は横浜市役所広報課までご連絡を。横浜市内各駅や区役所、公共施設などでも入手できます。それでは次回の広報横浜ひろいよみをお楽しみに。